こんにちは、昭和の男でございます。今回はサザンオールスターズのヌードマンについてお話をさせていただきます。サザンオールスターズ知らない方はねいらっしゃらないと思います。昭和からですね平成令和とずっとトップをね歩かれている、アーティストですからね。はい。でですね、私がサザンの曲、サザンって言いますね、サザンの曲を初めて聞いたのはというか見たのはですね、小学生の頃のですね、デビュー曲勝手にシンドバッドでした。結構デビュー曲なのでね、露出多かったと思うんですよ。で、明らかにパロディですよね、勝手にシンドバッドなんて。当時入っていた沢田研二さんの、勝手に仕上がるとピンクレディの、渚のシンドバッドをかけているんですよね。で、歌ってる格好もなんていうかな、ちょっとふざけたような、服が多かったと思います。短パンに T シャツみたいなね、当時のロックバンドでは考えられない、まあロックバンドっていうこと自体が、まあ、あんまりテレビ出てない時代だったんですけども、とりあえず理解できなかったんですよ、歌がね。で、パロディバンドなのに面白くない、あんまりコメディバンドなのかな、よくわかんないけどと思ってたんですけど、っていうのも例えばアラジンの完全無欠のロックンローラーとか見てるだけでも小学生は楽しいんですよね、ああいう曲って。でも勝手にシンドバッドって楽しい曲ではないじゃないですか、子供が見てね。なんかよくわからないな、中途半端なコミックバンドにしか見えなかったんです。で、2曲目の気分次第で攻めないでも、まあそういう路線だったので、なんかね、中途半端なバンドだなと思ってたんです。で、3曲目に愛しのエリーを出した時に、あ、今回はこういう路線なんだっていうぐらいにしか感じなかったんですよね。まあその後も、まあ、まあコミカルな曲ではないですけど、アップテンポの曲続きますから、まあ、まあ歌謡曲の、まあ、バンドっていうイメージだったんです。ニューミュージックを私はその当時よく聞いてたんですけど、ニューミュージックの人たちっていうのはテレビ、カタクナまでに出てない人もたくさんいました。露出が極端に少なかったんですね。でもサザンはめちゃくちゃテレビ出てたんですよ、当時。テレビ出ていた、まあ、バンドとか言うと、例えばシャネルズ、あとのラッツ&スターとか、セラマサノリさんのツイストとか、結局、こうバンドの部類に入っちゃってるんですよね。ニューミュージックじゃなくて。確かにロックをやっていたんですけど、だから音楽を聴くというよりも、もうステージを見る、もうアイドルとかと同じようなとこですね、ロックアイドルみたいな感じで、サザンも私もサザンを見ていたんですよ。で、ほとんど興味なかったんですよね。で、ある時期サザンのこう露出がちょっと少なくなって、ただサザンの桑田さんが書いた曲とかですね、こうケナコさんに書いた曲とか、中村またそしさんに書いた曲とかがこう出てきて、アーティストとしてこうどんどんこう前に出てくるんですよね、テレビ出てないのに。で、チャコの海岸物語とかですね、こうコミカルな曲じゃないのがこう出てきた時に、あ、もうこの人たちはコミックバンドじゃないんだっていう認識がやっとできるんです、私の中ね。私の中の話ですけど、普通他の人の受け止め方わからないですね。当時私の高校生中学生の話なんで、で、あ、なかなか良さそうだな桑田とか思って、でヌードマンを借りました。はい。で、その感想はちょっと圧倒的、言わせていただくとして、曲の紹介をしていきましょう。まず1曲目ですね、DJ コピーの伝説ということで、このコービーというのは、小林克也さんのことですね。英語の上手い、DJ をやられた、DJ をね、よくやられた方ですけども、テレビもね、よく出ておりました、当時。で、ちょっとね、ロックな感じで、ビリー・ジョイルっぽい曲ですね。はい。で、次がね、思い出のスターダスト。これね、すごいブルーズな曲なんですけど、当時ね、まあ1曲目もそうだったんですよ、ロックっぽくて、2曲目がブルージーで、ちょっとね、苦手だったんですよね。まだね、耳が成熟していなかったというか、高校生だったので、ニューミュージックしか聴いてなかった。こう軽いポップしか。でも歌謡曲嫌いだったし、こう、あるこう分野しか聞いてなかったので、それ以外あんま受け付けなかったんですね。だからこういうロックっぽいのとかブルースっていうのは退屈に思えたり、やたらに激しく思えたりして、ちょっとねあんまり好きじゃなかったんですね。ただ、やっぱりこう年を取ってくるとっていうか、まあね、ここまでこういろいろ生きていくといろんな曲をやっぱり耳にしまして、私はビリー・ジョエルとか、あとエルトン・ジョンとか、あとボズスキャクスが大好きなんですよね。そういうテイストがこう入ってくるので、これをね、最近この思い出のスターダストを聴き直した時にめちゃくちゃ感動したんですよ。ちょうどね、
70年代のね、ボズスキャックスの曲が似てるわけじゃないですよ。全然雰囲気なんですよね。女性のこのコーラスがガーッと入ってくるとことかね。で、桑田さんの声がこれね、いい。本当にブルース歌わすとめちゃくちゃうまいですよね。まあ、ね、いろんなタイプの曲を歌える方ですけど、こういうので一枚作ってほしいと思うぐらい、ブルースめちゃくちゃうまいですよね、この人ね。感情込めるのもいいし。次は夏を諦めてですね、これは研ナオコさんが歌っていたんですけども、まあ、歌謡曲の、まあ、テイストがありますよね。まあ、でも当時の歌謡曲の中ではちょっとニューミュージック寄りの歌だったと思います。で、研ナオコさんね、歌うまいですよね。だからこうすごい しっとりした歌だったとに聞こえたんですよね。しっかりこう詩も読んでなかったし、夏を諦めてってなんか寂しい感じがするじゃないですか。でも桑田さんのを聞いて、あれって詩ちょっとちゃんと読むと、なんかそういう悲しい歌ではないですよね。天気悪い夏でちょっと諦めましょうみたいな、ビーチ行ったのにっていうような歌ですよね。なんか、ちょっとエロいところもあったりして。なんか桑田さんが歌ってる方がこの歌合うような気がしますね。研ナオコさんもいいんですよ。歌うまいしね。すごい。この歌、メロディーとかね、研ナオコさんに合ったメロディーだと思うんですけども、知らないよ。これちょっとね、エロいというか、こういう当時研ナオコさん見てどう思ったんでしょうね。なんか、っていうような詩なので、桑田さんの方がちょっとね、合ってるかなとは思ったりします。はい。で、次ですね、流れる雲を追いかけて、これね、ファンの方だったらご存知だと思うんですけど、第二次世界大戦中のね、満州国、ここがね、舞台になっています。桑田さんのお父さんが、満州からの引き上げの方みたいなので、その話を聞いて作った曲ですね。で、原さんが歌ってます。原さんのボーカルいいですね。すごいね、なんかやっぱりその特徴のある声というか、で、気だるい感じ、それはすごいね、合ってるんですよね。で、バックボーカルで、出てくる時っていうのが、私すごい原さんのバックボーカルが好きで、なんかサザンの曲って、エロっぽい曲とか、ふざけた曲があるじゃないですか。そこに、原さんがこう、かぶってくるっていう、いうのが、すごいなんていうかな、許してあげてバカな男たちっていうのを言ってるように思えてすごくいいんですよね。もしサザンが男だけのバンドだったら、ちょっとエロチックな詩ばっかし歌ってると、なんかね、謙遜されちゃうかもしれない。ここに原さんが入ってることによって、こう許してあげてね、雰囲気がね、出てくるんですよね。すごい大人のね、女性の魅力を持った、声だけじゃなくてね、性格もそんな感じしますね。はい。で、次、虹色ナイトクラブ。これがね、やっぱりね、サザンっぽい、シングルの曲なんですけど、これをデビュー当時出してたら、またコミックバンドの続きかと思うんですけど、この頃にこれを出すと、これがサザンだっていう感じになって、いい曲ですよね。今聴くとね。はい。で、次、会いたさ、見たさ、やめる、まいみまい。この曲、もう私大好きですね、聴き直して。で、詩をちょっと読んでみたんですけど、なかなか深い詩ですよね。それまでの5曲っていうのは結構なんていうかな、ちょっとふざけたところがあったりするとか、エロチックなね、そことか多いんですけど、ここでちょっと酔いが覚めたみたいな、ふとこう、あ、悪いことしてしまったなみたいな曲じゃないですか。酔って女性に抱きついてしまって、次の日すごい後悔して、あ、もう嫌われるかもしれないっていう、そういう男の弱さみたいなのが出てるね。今これすごい話題になる、酔ったね、酒の場のセクハラの話ですけど、なんか昨今分かってるんだなっていう感じがしますね。で、これ英語の詩があるんですけど、Whenever you come to me, I'm gonna treat you right ってこうね、言ってるんですけど、私のところに来たら、今度来たらって意味だと思うんですけど、ちゃんと今度は尊重するっていうか、treat you right っていうね、扱うって言い方は悪いんですけど、ちゃんと女性として尊重しますっていうようなことを言ってるね、反省している歌です。いいですね。ちょっと男の弱さを出してる感じで、はい。で、でね、そこの弱さのところに、原さんのね、もう仕方がない男だな、コーラスが、こう、かぶってくるところがいい。はい。
で、次、プラスチックスター、スーパースター。これはね、ちょっと、なんかエルトン・ジョーンの初期の頃のアルバムに入ってそうな歌なんですけど、まあ、普通にロック、私にとってはちょっと普通のロックの曲かなと思いますね。で、ちょっとネットで書いてるんだけど、桑田さんは、なんか、ちょっとうん、私が言ったような感じで、まあ、ロック、僕のこういう普通のありふれた思考の曲にしちゃったなみたいなことを言ってるみたいで、あ、やっぱりそう本人も感じてるとかなと思って、別に悪い曲ではないんですけど、まあちょっとよくある感じの曲だなと思います。はい。オークラウディア、ですね。で、これね、当時聴いた時ってこの曲が一番覚えてたんですよね。で、カラオケでもよく歌ってました。うん、ただ今聴くとね、聴き直すとね、悪い、すごいいい曲なんですよ。メロディーも綺麗し、ね、詞もいいんですけども、なんかね、別にサザンが歌わなくても作らなくてもっていうような気がするんです。他の曲を聴くとね、まあ、オークラディア、これすごく、ね、ファンの間でも人気の高い曲なので、こんなこと言うとこうね、言われるかもしれないんですけど、どうもね、ちょっと、聞き飽きたからかな。ちょっとね、あんまり心が揺れないんですよね、この曲今は。当時はね、良かったと思ったんですけど。はい。で、次のですね、9番の、女流詩人の愛歌って言うんですかね。この曲いいですよね。こう、サザンっぽいこのサウンドがね、詩の内容はね、ちょっとね、なんか、わかるような、わからないような話なんですけども、これ、桑田さんって、曲を先に先行しているみたいですね。詩はそんなにね、こだわってないみたいなことを書いてましたね。こう、メロディーに合う単語を乗せていく。で、それで楽しませるっていうのがあって、そこ、大事だと思うんですよね。詩をね、こう、力入れすぎて、それが前に出て、こう、メロディーに合わなかったり、なんかそういうことも結構あるし、ね、アーティストの人いるんですけども、まあね、松江芽さんとかね、中島由紀さんとかは別格ですよ。あの人たちは詩をこだわってるって言ってました。でも素晴らしいんですけども、まあ、そうじゃない人もたくさんいるんですけど、桑田さんの場合は曲を先行させるので、なんかその曲に乗る単語をちゃんと入れてるので、聞いててね、なんかね、面白いんですよね。このわははって面白いなくて、こう、脳がこう、こう書かれるみたいな、こう、面白さ。で、こう、こう、心がこう、ちょっと飛び跳ねるような、そういう感じの曲なんですよね。くすってこう、笑ってしまうような、メロディーとか言葉遣いのね、すごい自分に合ってるね、大好きな曲ですから。はい。で、次、ヌードマン。ちょっとね、旧の、この、女流詩人の愛歌の、先を言ってるような感じで私はなすごい好きなんですよ、このヌードマンの曲。なんでかわかんないけど自分の肌に合ってる曲で、楽しい曲ですね、この曲ね。はい。で、次、猫。この猫も私なんか好きなんですよね。大森隆さんがボーカルされてるんですよね。確かにうまいとは言えない、どうなんかちょっとわからないんですけど、まあ歌手というようなボーカルではないですよね。ただ味のあるボーカルですね。なんかね、のび太が歌ってるような感じで聞いててね、楽しいです。歌も可愛いしね。で、これは桑田さんが作った曲じゃないみたいですよね。企画アルバムでこの人がこういうタイプのねアルバムを作ったら楽しいだろうなと思いました。はい。で、恋なジャマイカですね。これも面白い曲ですよね。こう、意味ちょっとよくわかんないんですけども、とりあえずメロディーに乗せて単語がポン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 飛んでくるような曲でですね、レゲエの曲ですね。本当にいろんなタイプの曲が入っていますね。で、13番、Just a Little Bit。これはね、好きなんですよね。バラードの中でね、オークラディアもバラードで、これもどう違うんだってことになるんですけども、なんかね、ちょっとジャズっぽい感じもするからかな、アレンジが。なんかね、しみるんです。で、桑田さんの歌い方がやっぱちょっとジャジーなんですね、ここの、この曲。
大好きなね、バラードなんですよね。はい。まあ私ね、あんまりね、正直、サザンのバラードって、あんまり好きじゃないんですよ。愛しのエリはね、もう大好きですよ。まあ、あれは大好きで、もう認めざるを得ない名曲ですから、もちろんなんですけど、後の曲って、いい曲だなと思うんですけども、なんか、サザンが歌わなくてもっていう感じがする曲が多いんですよね。でもこの Just a Little Bit はね、すごくね、いい曲ですね。はい。ということで今日はですね、ヌードマンの話をしましたが、サザンはですね、このアルバムを私は昔聴いて、いいなと思った曲もあったんですけど、ほとんどがですね、よくわからないなっていう。コミックバンドじゃないけど、なんか猫とかね、さっき出てきた曲とか、なんかコミカルでちょっとよくわかんないなって感じで、何回も何回も聞いたんですけど、結局聞かなくなっちゃったんですね。で、その後、まあ、サザンはシングルのね、テレビで流れてくる曲しか聴かなかったんですけども、ちょっとね、うん、音的に変わってしまった感じの時があると思うんですよ。メロディーっていう曲とか、あとミス・ブランニュー・デイとか、こう打ち込みが入ってきて、で、なんかそれがね、ちょっと桑田さんの声に合ってないような気がして、どうしても、この、ヌードマン時のね、音と、ちょっと、違和感を感じたんですよね。それでなんかあんまりサザンがこう興味なくなってきて、ただもう音自体がね世の中変わっていくので、もうそういうねシンセの音とかが普通になってきて、まあサザンのそういうところも私も聞き慣れてね、津波とかいい曲だなと思ってします。あのみんなの歌とかね、あの辺ぐらいから、でも一時ちょっとねなんか。大衆向けに聞こえちゃって、興味をなくして、で、ヌードマンで聞か、ヌードマン以降あんまり聞かなくなっちゃったんですよね。でも、今回ヌードマン聞き直して自分のテイストが変わったから、こういうジャズィーとかな感じの曲とか、ブルージーな曲がすごいサザンいいなっていうの分かって、ちょっとファンキーな曲もね、だから、ちょっともっと聴いていかないといけないなと思いますね。うん。やっぱりね、才能のある方ですよね。で、この方ね、あと私何が好きかというと、テレビの露出は多いんですけども、桑田さん、こうテレビで話してる時って、そんなちゃけてないですよね。結構、目立ちたがり屋かどうかわからないんですけど、そんなにね、バーって出てく人じゃないじゃないですか。こうみんなにこう押されて出ていく感じがするんですね。そこが謙虚な感じがして、ものすごいいいですよね。こう、アーティストっぽい偉そういうね、ばったことも言わないし、でも話すことはね、知的で面白いし、いいね、人だと思います。で、ちょっとね、私の好きなエポさんが、実はサザンの、バックにちょっといたことがあるんですよ。というのは原由子さんがね、妊娠した時に、ライブツアーでちょっと手伝ったところがあって、エポさんが。で、エポさんが言ってたんですけど、桑田さんって曲とかは天才なんだけど、実際に会うと本当に普通の人って言ってたんですよ。で、普通ね、アーティストの天才な人ってその天才肌出すんですけど、普通の人なんですって、桑田さん。で、あ、そんな感じだなと思って、うん。普通のね、いい人っていう感じがね、すごく好感は持てましたね。はい。ということで、今日はね、これぐらいにしたいと思います。またサザンのアルバムをね、いっぱい聴いて動画にしたいと思います。それでは、バイバイ。